日本茨城県森谷市、本町忠谷の住宅街上町の新興住宅街ベンチの置かれる町角本町は茨城県森谷市の地名。2002年に森谷の一部から新設された。郵便番号は302-0109。森谷市中央部に位置する。地域の北部は森谷の旧市街地として古い町並みが残る一方で南部を中心に昭和後期から 新興住宅地としての整備も進み、現在も森谷駅、南森谷駅と保健を中心に整備が進んでいる。地域の西部を関東鉄道上層線、国道294号が通り、地域内には、市立森谷小学校、市立あたご中学校、中町行政サービスセンター、保健センター、森谷郵便局、つくば銀行森谷南支店がある。東は、道地、水木や 鳥出市一の台、住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、本町や座新町504万8の地点で10万4千円、平方メートルとなっている。かつては当地を中心とした地域を森屋と称し、北部は古くは城下町として栄えた地域である。城下町部分は、現在も旧市街地としての名残を残しており、その周焉では、 昭和期より、新興住宅地としての開発が行われ、現在も続いている。2001年3月19日の段階では、森屋は6分割される予定となっており、現在の本町の区域は2分される予定であった。その提案は、地域では受け入れられなかったということで、森屋の南東部、東部を合わせて、現在の本町の区域となったが、それでは、 本町の区域が広くて分かりづらいという意見もあり、分割にあたっては最も意見の分かれた地域となった。また、区域が広いことから町名を設定すべきだという意見が、市政準備協議会などより上がっていたが、分割の目安となる公共公益施設や河川が存在しないことから、本町の新設時には設定しないこととし、地域内の都市計画道路の完成後に設定する。 地域住民を対象としたアンケートにより、本町が最も多い名称であったこと、2番目に多かった元町が横浜市中区の元町のイメージが強かったことから、本町とした。また、当地域が歴史的な旧森屋町の中心部にあたる。アンケートでは、その他にも、南、青葉、上町、南が丘、古城、城の里、城主などの名称が挙げられた。 本町には53の小技が存在する。それぞれ森屋、同地、お津市の頃からの小技を継承したもので、一部は同じく森屋から分裂した松並、百合ヶ丘にまたがる。本町には23の通商町名が存在する。通商町名は一部商事と重複するほか、共同住宅の名称など、施設名が用いられているものも存在する。 2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。北部は首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、関東鉄道上層線森谷駅、南部は関東鉄道上層線南森谷駅が徒歩圏である。また、森谷駅東口からの路線バス、森谷駅西口からの森谷市、コミュニティバス、モコバスが地域内を走っている。路線バス地域内には、 上町、保健センター前、森屋郵便局、下神殿、南森屋駅入口の5つの停留所がある。また、地域内の一部のバス停留所は、以下のように変更が行われている。また、現在は廃止されたが、かつては、以下のバス停留所が存在した。コバス地域内には、ロックシティ前、松ヶ岡1丁目、欅台5丁目、欅台4丁目、 生遊学士前の5つの停留所がある。B ルート左回りの各停留所は、ロックシティ前停留所が、百合ヶ丘三3丁目、松ヶ丘一1丁目停留所が、松ヶ丘一1丁目、欅台キ5丁目停留所が欅台キ5丁目、欅台キ4丁目、生遊学士前停留所が欅台キ4丁目に、所在する。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。